こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサです。ゆっくりしていってね。この動画は、品質管理の実践、品質の概念、狙いの品質と出来栄えの品質、品質特性、代用特性について説明します。はじめに、この動画の紹介です。1、狙いの品質と出来栄えの品質。A、狙いの品質。B、出来栄えの品質。2、品質特性。代用特性。A、品質特性。B、品質特性の選び方。C、代用特性。はい、よろしくお願いします。では、始めます。1、狙いの品質と出来栄えの品質。狙いの品質は、設計品質のことです。それに対し出来栄えの品質は、製造品質のことです。出来栄えの品質は、狙いの品質を目標として作られた製品の実際の品質という関係です。狙いの品質は、設計品質、出来栄えの品質は、製造品質ですね。1960年代半ばまでは、品質は、製品規格に対する適合度とされ、出来栄えの品質、のことを指していました。しかし、それ以降、品質管理活動の中心は、市場の要求を満たすことに変わってきました。そこで、設計段階では、市場の要求をできるだけ製品規格に取り入れ、その取り入れた程度を設計品質。製造段階では、規格に対する適合の程度、適合品質、を見るようになりました。狙いの品質、と、出来栄えの品質、は、車の両輪ですね。狙いの品質。狙いの品質は設計品質と同じ意味です。JISでは設計品質、狙いの品質、を品質特性に対する品質目標、製造の目標として狙った品質、狙いの品質とも言う、と定義されています。狙いの品質は製造の目標として狙った品質のことで、出来栄えの品質は、設計品質を狙って製造した製品の実際の品質のことです。出来栄えの品質は、製造した実際の品質ですね。工程を管理して、ばらつきの小さ良い出来栄えの品質ができても、狙いの品質が消費者ニーズに合っていなければ、品質管理としては失敗です。なので、狙いの品質を企画するときは、消費者ニーズをよく検討することが必要です。狙いの品質で消費者のニーズを外したら売れないから大変ですね。設計品質には、市場調査、研究、開発、製品企画、設計、試作、試験などの各プロセスの結果がすべて含まれます。設計品質にはいろいろなプロセスが関係するんですね。また、設計品質は、良い製品とは、どのようなものか、を設計図、製品仕様書、品質企画などで具体的に示したものであり、設計のアウトプットの質とも言えます。設計品質は設計のアウトプットの質でもあるんですね。B、出来栄えの品質。出来栄えの品質は、製造品質と同じ意味です。JISでは、製造品質、出来栄えの品質、とは、設計品質を狙って製造した製品の実際の品質、と定義されています。出来栄えの品質は、製造した実際の品質ですね。出来栄えの品質、製造品質は、狙った設計品質、設計図、製品仕様書、品質規格、に対して、製造された製品がどの程度適合しているかを示すもので、適合の品質、とも言われ、ロットまたは工程の平均値とばらつき、ロットまたは工程の合格率、または不適合品率、などで表されます。出来栄えの品質は、適合品質とも言われているんですね。良品率や合格率で考えるとわかりやすいですね。2、品質特性、代用特性。A、品質特性。品質特性とは、要求事項に関連する対象に本来備わっている特性、と定義されています。中期1、本来備わっているとは、あるものに内在していること、特に永久不変の特性として、内在していることを意味する。中期2、対象に付与された特性、例対象の価格、は、その対象の品質特性ではない。品質特性とは、要求事項に関連する、対象に本来備わっている特性、はお約束ですね。製品の性質、特性、の違いを示す尺度でもあり、技術部門や製造部門で品質を検討するときには、品質特性を使います。
また消費者との関係で使われるときは、品質要素を使うことが多いです。これは、品質の定義でも出てきましたね。品質要素は、機能、性能、操作性、デザイン、信頼性などのざっくりした品質のことですね。工程ではいろいろなデータを取りますが、データを取る目的は、サンプルではなく母集団の情報を知りたいからです。なので品質特性を何にするのかが大切です。母集団のことを知りたいので、どの品質特性のデータを取るかが大切ですね。B、品質特性の選び方。品質を管理、改善するために、サンプルから母集団の情報を得て必要な処置を行います。この時、いろいろな特性の中から、必要とする品質特性を選び情報を分析しますが、どんな品質特性を選んだら良いのかの、留意事項です。1、顧客あるいは自己定が要求する品質事項のうち、最も重要な品質特性。2、自己定に迷惑をかけている品質特性。3、不適合損失の大きい、品質のばらつきが大きい品質特性。4、工程の状態をよく表す品質特性。5、工程異常時に処置の取れる原因と密接に関係のある品質特性。6、比較的測定が簡単で、データの取りやすい品質特性。品質を管理、改善するためにデータを取るので、影響の大きいとか簡単に測定できる品質特性になるんですね。なので材料や部品の場合もありますね。C、代用特性。代用特性とは、要求される品質特性を直接測定することが困難なため、その代用として用いる他の品質特性、です。ここは文字通りの内容ですね。顧客が要求する品質は、使う時の機能、働き、で、これを真の特性と言います。しかし真の特性を仕様書、品質規格などで規定する代用特性に置き換えて設計し、規定された品質規格を基準として製造を行います。これは真の特性は直接計測することが困難なため、技術的に翻訳された代用特性に置き換えます。この困難には、計測技術不足、破壊検査、高価な測定法などの意味を含みます。使う時の機能、を真の特性と言うんですね。D、官能特性。官能特性とは、人の感覚器官が感知できる属性、です。心理的特性または感覚的特性という言葉の類義語としても使われます。真の特性はいろいろあり、特性として計測できる機能品質もありますが、人の感覚で感知する、うまさ、肌触りとか、使いやすさなどの人の五感で評価、判断する特性を官能特性、品質特性、と言います。また官能特性による検査を官能検査と言います。人の五感で評価や判断する特性を官能特性と言うんですね。まとめ、狙いの品質、設計品質ともいい、品質特性に対する品質目標、製造の目標として狙った品質、設計の段階で決まる品質、出来栄えの品質、製造品質ともいい、製造の結果、実現された品質、狙いの品質を狙って製造した製品の実際の品質、品質特性、要求事項に関連する製品、プロセスまたはシステムに本来備わっている特性。代用特性、要求される品質特性を直接測定することが困難なため、その代用として用いる他の品質特性。官能特性、人の感覚器官が感知できる属性、五感によって判断するもの。この動画はこれで終わりです。霊夢でした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。